そうね。ね、なるほど。行ってみよう。あら、確かに切った後の手足どうしたかって、持ってく？持ってこか。ドアが開いた。待てよ。せっかくタンスがあるんやったら。わお。ハサミで切り落としたテディベアの手足。中には血肉が詰まっている。テディベア。って、綿じゃなくてもいいの？中身。まあ、いっか。あと、セーブの猫ちゃんってこの後出てくるかな？なんか書いてあるね、これね。お、わわわ。え、ごめん。動かした。毒味をしろ。大きな暖炉がある。覗いてみる。中はすすだらけで何もない。何もない。コックは忙しい。手を貸してやれ。あれ？あらら。扉出たよ。びっくりしたな。もう変なとこから出てこないでよ。まあ、とりあえず。頭蓋骨をかたどった器に変な色のスープが入っている。飲みません。だって死ぬろ、これ完全に。虫やん。えい。こういうこと？浮かんでる。こんにちは。見えない何者かがいる。ちょっと後で。用事もないのにね、話しかけたらね、迷惑やし。食器やグラス、調味料が並べられている。特に気になるものはない。錆びたコンロがある。流し台だ。錆びた蛇口には、無数の虫が絡みついてる。はぁ。貴族の食卓という本がある。読む。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は銀製の食器を好んで使っていた。手入れの大変な銀製の食器を使うことで、使用人を雇える経済力を世間に示したのである。あ、手入れ大変ながや。銀食器は毒に反応して色が変わるため、毒殺の防止にも役に立った。ほう。ってことは、これって、器は銀製かどうかわからんよね。ってことは、あ、また虫。とりあえず、これ銀製？貸して。
ああ、忙しい忙しい。手を貸すってよ。何もしません。まあ、貸しとく？みんな何者か。忙しい忙しい。まあ、嫌な予感めっちゃするけど。ああ、ありがとう。見えないものに腕をつかまれた。まな板の上に手首を押さえつけられた。ちょうど手が足りなかったんだ。あーすよねー。はー。